どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。どん、本日もハニーさん登場していただきます。はい、今日はですね、ちょっとこの間大阪のイベントの時に、面白いちょっとね事件があって、そのことについて深めていこうと思うんですけど、まあ何かというと8ビートの茶についてです。8ビートの茶って皆さん知ってますよね。これですよ。ガズレレでも一番たくさん出てくるっていうかね、リズムの基本中の基本のかっこいいリズムですけど、その8ビートの茶がですね、みんなできている、人多いと思うんですけど、でもそれでもやっぱちょっとわからないなとか、ノリがなんかなっていう方が多いと思うんだけど、まあ、そんな中ね、この間大阪でイベントがあったと。ソングブック6、この本 の出版記念イベントで、大阪のタワーレコードでね、結構、めちゃ盛り上がってね、やってたんですよ。で、その時に何があったんでしょうか。その時に、まあ、一人のお客さんから、いつも8ビートを弾けてないんだって。あ、弾けないんですね。そう。で、ガズさんの動画を一生懸命見るんだけど、なんかね、分かるような分かんないのなんだって。実際弾けてなかったんだって。なるほど。なんだけど、その時のイベントで、私が横に一緒に弾いてたじゃない、ハニーさんもステージの上でね、一緒にセッションをこうしているわけですよね。と、皆さん、まあ、見るわけだよね。そしたら、ハニーさんを見てだったら一緒に弾けたんです、初めてみたいな感じ。どういうことみたいな。で、そうだから僕の映像とかレッスン動画を見てても、なんかこううまくできなかったけど、なんかイベントの時にハニーの手の動きとか体の動きを見たら、弾けるようになったっていう話なんでしょ。そう。で、そこそれを弾けたんですって聞いて、それ僕もね、イベント終わった後にこんなことあったんだよって話して、本当ってなって、なんでだろうってなって、こうやって弾き比べてお互い見るんだけど、だけどどこが違うかよく分かんなかったんだよね。で、でもこれ動画今日今撮ってるじゃないですか。で、動画撮ってこういうちょっとしたヒントもね、もしかしてみんなの役に立つかもしれないなと思って、8ビートの茶でね、もしかしてもうちょっとできそうとか、8ビートできそうみたいな方についてヒントになるかなと思うんだけど、自分らではね、こう分析できないなと思って、僕ね、ガズラジっつって、毎朝ラジオ配信、スタンド FM っていうところで、毎朝声のライブ配信をしてるんですけど、毎週1回日曜日だけはガズラジ動画版って言って、ガズラジっていう YouTube チャンネルがあるんですよ。知ってました、もし知らない方、毎週日曜日だけそこでラジオ配信のライブ配信をしてるんでね、もう概要欄に貼っとくから、そこもちょっとチャンネル登録とかしてほしいんですけど、そこでラジオ聞いてる方々にね、何が違うかこう見てよっつって、その映像でやってみたんですよ。僕ら2人では全然気づかなかったんだけど、そしたらそこのコメントにですね、違いがあったと。何が違うかと言ったら、何て書いてあったんだっけ。私は茶の時だけ親指がついてるって、ああ右手のね、ああそういうことか、そういう違いね。で、僕もね、なんかそんな違いあるかなと思ったんだけど、確かになんか動画見てたら違ったんですよね。で、ちょっと何が違うか、みんなちょっとやってみようか、とりあえず8ビート C を押さえて、一緒にね、ワン、ツー、スリー、フォのかなって気もするね。ガズさんこれ止まってるからさ、僕の場合は分かりやすく言うと、ここの親指で、タンタッタッタッタンタンタッタンタンタンタッタン、いつもこれでリズムキープをしてるっていうようなことなんですよ。別にこれもね、意識してるわけじゃないの、僕も、なんか知らんうちにこうなってたって話なんですけど、小杉さんはそれに対して私は、この時だけ茶の時だけ親指でこうボディここを叩いてる。だから茶の時は、じゃあ僕が逆に梢さんの真似をするとこうです、ってことだよね。これで普通に行く時は親指も一緒に連れていくってことですよね。で、僕の普段の僕のガズレレのガズの演奏だと、親指いつもここに残ってるわけよ。
変え、そこが違うんじゃないかということだよね。 それによって動きが大きいんじゃないかなと思って、その初心者さん、初心者さんなんだって、その方が動きが大きいっていうのは梢さんの方が。そうそうそう、だから分かり、自分も一緒に動かしやすいんじゃないかな、目に 見えやすいってことね。そうそうそう、だからでは僕の場合だとここでこうやってる要素が多いから、うん、こういう振るっていう要素よりも、なんかね、で梢さんのはこうちゃんと触れてるってことでね、ちょっとやってちゃんとっていうか、そうなんていうの、こう分かりやすくさ、うん、って言うから肘で弾いてるのかもしれないんだけど、まあ、8ビートは別に肘で弾いても、まあそんな16ビートだと疲れるけど、ね、それがなんかこう大きく止めないことによって、うん、で例えばさ8ビートをチャーやんない時もさ、カズさんトントンしてるわけでしょ、うん、で私はチャーやんなかったら大きく動くわけよ、はいはい、親指がもうずっと連れ回してるからね、こういう動きになってる、僕の場合はこういう動きになってるってこと、わかる。だからちょっと分析すると、手だけでやるとガズさんはダンダッダンダッダンと親指がこう残っている、小瀬さんはジャンジャジャンジャジャン、うん、だから分かりやすいってことだもんな。そう、その反対から見てる方っていうかさ、そうな、は一緒にこう、しかも立って弾いてるじゃん、その時って。そうだね、そうだね、イベントの時って。確かに確かに、ちょっとそれを認識してもらって、なんか違いを見てもらったらいいかもしれないね。ワン、ツー、スリー、フォー、チャ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 、じゃあチャじゃない方から、チャじゃない方、僕は、はい、今いつも通り弾くからね、ワン、ツー、スリー、フォやっぱちょっと特殊な動きに見えるかも。どん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  これが分かりやすいってことだよね。そう、そうかなって、ね、今なんか思った。で16ビートの時に僕がこう手首で弾いてねとか、うんうんうん、この肘で弾くのは、ね、疲れちゃってって言うけど、うん、8ビートはまあ別に大丈夫だからさ、うん、肘で弾いても。そうだね。だからよく言うのはフォークシンガーのアーティストさんたち、うん、例えばアリスだったりは、うん、もうすげえここで、うん、なんだ、うん、長渕剛さんとかもうこうやってフォークギターをジャンジャジャンジャンって弾くからね、うんうん、で8ビートの世界だと肘で弾くっていうのはもう全然ありだと思うんですよ、うん、ただ16ビートになると肘で弾くとやっぱちょっと大変だと思うんだけども、ね、うん、はい、まあなんでこれ結構参考になる方いたらいいかなと。別にね、ガズみたいに弾けってわけじゃないから、うん、ガズさんここをこうやってトントンするのね、ここ癖っていうか、僕も別にやろうと思えばここなくてもできるんですよ、うん、あ、ね、普段に戻すとこの要素が強いんだよ、やっぱりね、うん、僕の場合は、うん、だけどまあこれで全然いいですよ、それは全然、うん、リズムには影響しないと思うんで、うん、ただ僕は本当癖でこういうこの動きをすごく多用してるから、まあ、これで逆に、ね、うん、でこれがあるからすごい速い16ビートできるっていうのはあるんですよね、うん、でここでこうやって速く動かすからすごい速いフレーズとかコードストロークもできるっていうのもあるんだけど、ひとまず8ビートの段階では全然もう今みたいに梢さんタイプのやり方でもういいと思う、うん、はい、ちょっともう一回ゆっくりと、せーの、3、はい、手の動き、このシンプルですからね、ダンダダンつってダンダンダダンつってダンダンダダンつって、はい、素晴らしいです。じゃあゆっくり16ビートもちょっとやってみる、うん、その前にさ、うん、チャの時に、うん、そのチャだけ私これトンってやるのね、うんうん、でそのトンってやんないチャチャもさ全然いいんだよね、いいよ今はねってことだよね、うん、これ僕の場合はこうやってやってるけど親指がこう残ってるでしょ、うん、これも全然これやっちゃうともう親指が一個も残ってない感じもね、うんうん、これもなんだろうね
できるの？私ね、これだったの、うん、ここだと茶を当てる位置はここら辺に変わってくるじゃん。でもね、結構痛くなっちゃったんだよね。まあそうだな、まあ同じ茶でも、うん、要はいろいろな、まあ、やり方があるってことです、うん、でまあガズレレの最近のやり方だと本当にこれだけなんですよね、うん、それが一番分かりやすいし、まあ、あの痛いところがないね。そう、痛くない。手のひらだから。そうなの、ここの方がやっぱり骨とか、そう、ね、痛くなっちゃった。ここでできる、これ昔からだもん。そうだよね、うん、ああちょうどやってみて。ああそうそうそう、これだと全然親指が、だからこうやってやった方が皆さんには見た目わかるかもしれないね、うんうん、そうそうそうかもしれない。そうそうそう、まあそういうことだ、うん、だから初心者の人ってすっごいよく見てるからね、逆に。そう、だからすごいね、なんか嬉しかったんだって、びっくりしちゃったって。でもそれはすごい発見だね。で、うん、僕らもそうイベントとか、例えばオンラインでのね、ライブ配信で、インターネットのライブ配信でもいろいろそういうふうに、なんとそういうことなんですねという発見があったりとかするけど、僕らには分かんないことをみんな気づいてくれるんだよね、うん、だから本当にそういうのもなんかなんと嬉しいっていうか、それをまたこうやってみんなにシェアすることで、音楽とかこのリズムの楽しさが、理解してくれる人が増えたらいいもんね、うん、だいたいガズレレも今までね、もう僕ほんと何万人ぐらい教えてきたんだろうっていうくらい、いろんな人をレッスンしてきて、その中でのなんか、まあ、トラブルだったり無理だったりとか弾けなかったりっていうのを解決するっていうことを動画でやってきてるから、うん、まあそういうことがね思うわけです、うんうん、最近もねずっと やり続けているガズに何でも質問してねみたいな、この動画のシリーズもものすごいやっぱり僕も学びになるんだよね。だからそれもすごく良かったなと思うけど、うん、そのライブでさ、そのライブでテンションイベントでテンション上がってる時にその小杉さんを見ていてできたっていう、その喜びはきっとひとしおだったでしょうね、うん、やっぱりね、うん、なんかちょっとコツをつかめればね、うん、だけどやってることは今説明するとすごい違いがあるような思うけど、ノリとしてはもう出てる音とかさは、まあ、変わんないんですよ、うん、なんで本当にね、そこはちょっと本当にいろんなやり方があるから、うん、茶にしてもね、うん、いろんな茶のやり方が あるしさ、うん、そう、まあそこをまあ自分なりに合ったものをね、探し出していただければいいかなと思うけど、ガズさんの弾く通りに弾きなさいって言うんじゃないからね、基本的には。でもまあもう人の教え方をわざわざできないからさ、まあ、でもこれでもこれもあるよってことですね、うん、本当。はいはいはい、私最初私はさ、うん、何にも押さえてなくて、うん、ガズさんのそれがすごい4つがね、拍が取れそうだなと思って、これ親指がね、そう、走らないのかなと思って、うん、そう、それで全部これにしてみたの、うん、ただ結局さ、4弦が押さえたってなってないよっていう風になって、あ、そう、1弦じゃないの、なってないの。いや、なんかね、ここでこうやってもう鳴らすときにこうやって親指でそう4弦触れちゃってんの。そう、常に押さえちゃってるよって言われて、しかも右手もね、1弦があまり鳴ってなかったよね。そうそうそう、結局何も鳴らないじゃんみたいな感じで、ここのね、弾くときにこう回転しちゃって、なんかうまく全部の弦を弾けないっていう人も結構多いんですよね。だから例えばフレーズでさ、うん、Am で1弦の 2,3 とかあるじゃん、うん、っていうフレーズのときに1弦までストロークが届いてなくて、なんかあんまり1弦聞こえないみたいなね、そういうの結構あるんですよ、うん、なんで1弦から4弦までしっかり音出てるかっていう確認も大事です。特にフレーズものみたいな。そうそうそう。だから出てないのにそこも押さえちゃってるから、さらにもう一本なんなくなって。そうだね。で、だけどちゃんときだけは全部押さえるじゃん。だからいいだろうと思って、そこだけ押さえるようにしたの。そうだね。どっかタイミング欲しくて、なんかあと痛くなっちゃうからさ。確かに。このガズがいつもやってるこういうここ叩くやつは、うん、ちょっと下行ったら4弦に触れちゃうからね。そうそう、ここにやってちゃってたの、私ずっと当たっちゃうの。そうだね。ね、このね、ここの感覚が分からなくて。うん、確かに。まあ、なんでいろいろヒントがある、うん、みんなもやってたら、うん、あれこれってどうなんだろうとかいうのあると思うし、やっぱ自分の演奏に聞き耳を立てるっていうか、うん、演奏撮ってみるといいよ ね、 そうね、あれなんかこんな感じじゃないのかとか、ね、なってない。そう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 僕らそのガズレレ大学とか、うん、ガズオンとかその大セッション大会ね、ガズクラブとかでやっているから、うん、自分たちの演奏をまた後で見たりとかするっていう機会が、うん、まあ、多いし、僕も YouTube 撮ってるからね、うん、なんかそれで小杉さんとかもあれとかって気づくことも多いから、うんうん、まあ今日はそんなね、ちょっとまあ発見というか、うん、なんか皆さんの8ビートの茶とか、まあ、16ビートも結局が8ビートの要は延長線だから、じゃあちょっとさっきちょっと言いかけたから16ビートもやってみましょう。茶なしで。茶なしで。早くないよ。ワン、ツー、スリー、フォー。親指がね、使ってない。じゃあ僕
混ざります。ガズレレ式だとこうなります。はい、違うですよね多分ね。こう親指が残ったから、じゃあチャーを入れてみましょうか。やっぱり16ビートなの分かるね。あ、そう。なんで？分かった。こうずっと振り子に小杉さんになってるに対して、僕の場合はこう親指がこう残った。こういう感じなんで僕の場合は、うん、こういう感じ。小杉さんはこう、うん、こう、それに対してガズはこうだから、うん、これ本当に確かに初心者の人がこの手の動きだけ見てたら、あれこれどうなってんだろうって思うかもしれない。残像みたいに見てる。そうだね、残像みたいになんかこんなにペラペラペラ見えてるんだよね。そうなんですよ。まあこれがちょっとヒントになるかも。本当だから小杉さん式にガズがやってみると。当たってなくても大丈夫。え、ちゃんと見たけ当たってもいい。当たってもいい。これが小杉派ね。で、全部あの親指当てないと、でも出てる音は一緒です。そうだね。まあ、結構だからヒントになったんじゃないかな。手の動き、いつもガズがこうやってね、やりなす、こうやって弾いてくださいとか、力入れずにこうやってやってくださいって言うけど、そうやって言うときならガズが演奏の時はこうやってなってたってことだからね、ガズさん言ってること違うじゃんって思ってた方がいるかもしれないね。なんだけど基本的にはやっぱり小杉さんのやり方でいいと思うね。小杉さんというかこの親指ここに当てなくても、初心者さんもね。そうそう、8ビート。うん、そう。だからここにトントンしちゃうのはガズの癖なんですよ。まあ、それはまあ癖なんてもうどうしようもないんだけど、まあ僕はこれがやりやすいんだよね。でもやってガズみたいにここタンだって、これ親指トントン。やってみる、チャレンジしてみるのがいいかもしれないよ。これ何気にここの音が入ってんだよね。ガズ台の人はさ、うん、結構チャレンジして、ね、かっこいいって言ってね、やるよね。このボディをここが当たってる音も入ってんだよね、うん、だからちょっと迫力ある、うん、だからこっちでやってみると分かるね、うん、そうだね。ちょっとリズムを感じるのかな、打楽器的要素だから、なんかそう押しが強いリズムになるっていうかさ、なんかそんなのもあるかもしれない。そうだね。ということでですね、はい、まあもう僕らも気づかなかったようなことをやっぱりね、お客さんが教えてくれるっていう、ね、発見だねやっぱり。でもうね、変な話ですけど、こんなこと言うと怒られるかもしれないけどさ、みんなが困っていること、できないな、わかんないなっていうことを、そこにすごいね、お宝っていうかヒントっていうか隠されてることがあるんですよ。だからそれをなんていうのかな、それを解決するのにすごくこうみんなにね、なるほどっていうところがあるわけで、この間この動画もそうだね、シンコペーションの矢印マーク、うん、アップのシンコペーションは上で、ね、ダウンのシンコペーション、こういうのもさ、うん、なんで気づかなかったんだろうみたいにね、それも教えてくれるか分かるということで、はい、皆さんと一緒に成長していきましょうということでございまして、はい、なんか8ビートとか16ビートのチャのストロークはなんかな、どうしてかどうか、なんか 80% ぐらいできてんだけどなんかうまくいかないっていう人にとっても今日はヒントになったのかなと、うん、あ、もちろんできなかった人にとっても今日はいい朗報だったんじゃないかなというふうに思いますけど、はい、皆さんちょっといろいろ自分の動画、自分のね、動画撮ったりしたらいいよ。鏡とかに映すとか、おすすめは夜自分の部屋を明るくしてバッと窓を開けて、あのアルミス、なんていうの、窓ガラスにね自分が映るから、それが結構おすすめ。よく見えるよね。よく見える、あの鏡とか持ってくるの大変だし、うん、
なかなかね、それがおすすめです。はい、はい、ぜひやってみてください。楽しいリズムだとやっぱり気分もテンション上がるしね。そうだね。歌のね、こう、うん、なんと表現力が増すからね、うん。おすすめでございます。芸術の秋、リズムをちょっと深めていきましょう。うん、でお知らせですけど、はい、お伝えさせていただいているように11月11日のガズレレの日、チケット完売、ソールドアウト。すごい。平日の夜でしかも名古屋なのにね、うん、ちょっと驚きました。まだ1ヶ月以上、もうとっくの前にソールドアウトになっちゃって、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、嬉しいね。うん、はい。そしてソングブック6とかガズレの楽譜もね、もう絶好調でもアマゾンでもずっとベストセラー、うん、1位を獲得させていただいて、うん、もう皆さんご活用いただいていると思うんですけど、どんどん書き込んでね、うん、自分だけの一冊を作り上げていってください。はい、そんな感じで今日はちょっとお役立ち動画になったかなということですけど、こんな感じのお役立ち動画をね、ガズレレでまとめてるホームページの1ページがあるんですよ、うん、ウクレレちょっとしたお役立ち動画概要欄に貼っておくんで、もうめちゃくちゃな、わかりやすい、面白いのいっぱいあるんですよ。リズムのこと、ボーカルのこと、なんか、ウクレレに関するケアのこととか、いろいろ、便利に使える YouTube の機能だとか、そんなのありますから、見てみてください。それじゃあ、楽しく音楽していこう。それじゃあ、さよなら、バイバイ。